アツシさん、エグザイルご卒業ということで、お疲れ様でした。まあ、エグザイルに関しては、ライブを見に行ったことがある、応援しているアーティストなので、非常に感慨深いです。ソロ活動も応援させていただきます。さあ、ということで、今回も元気、マリオカートインタラクスやっていきたいと思います。今回の企画も前回に引き続きやっていきたいと思います。10レース以内に、1位を取れなければ、サルビアッキーで先にね、前回皆さんからいただいたコメントを紹介させていただきます。まずは、ヨーユさんから。プレミア公開は大体神回ということです。ありがとうございます。前回は1レース目で1位を取るという素晴らしい回でした。続いて、アスパラクエタさん。プレミア公開を待機していた人たちを侮辱しています。早急にむしろよろしくお願いしますということです。むしろ1位の素晴らしいプレイぶりを見せれて本当に最高の回でした。最後に、桐原新規さん。罰ゲームで泣いちゃうからこのくらい可愛い罰ゲームの方がいいねということです。ありがとうございます。これからもこの罰ゲームでやっていきたいです。お気づきの人いるかもしれないです。ちょっと帽子着用で動画撮影風に臨ませていただいてます。ちょっとね、ルヴァンカップ決勝に向けてかなり気合の入れた髪型にさせていただきました。で、そちらの模様については、ルヴァンカップの前日ですね、金曜日の夜に動画を公開させていただく予定ですので、そちらをお楽しみにしてください。なので木曜日の動画まではこちらのサイトで行く予定です。さあ、ということで、1列目ヨッシーバレーも初っ端から1位取るぐらいの気持ちでやっていきます。よろしくお願いします。怖い子です。さあ、よし、バレスタート。うん。まずは、ここのバーグボックスでしっかり、アイテム取れない。最悪のパターン。やべやべやべ。がばりまくってる。ちょっと後ろから行こう、これは。さすがに。ちょっとこれ、打開狙いでいきまーす。まず、コイン集めて、で、ここはダブルでコインを拾っていくと。あー、キノコが、まあいいや、使っちゃっていいや。やべ、昨日、コイン取れてね。危ない、そのファイヤー。ファイヤー当たらないように。危ない、危ない、危ない、危ない。ここは止まってもいいからダブル。いやー、まあまあ、いいや、いいや。ちょっと下がるか、一回。危ない、危ない。最悪じゃん、もう。何のために下がったの。いや、ちょっと次バグボックス絶対ダブル取んねえと。もう12位なんだけど、これ最悪の状態マジで。入って、いやー、いらねえそれ。やり合え、やり合えの意味が分かんねえ。え、シングルしか取れてないの。ちょっともうこれするしかねえな。ちょっとお粗末すぎる、さすがにこのプレーは。ひどいプレーだな。ちょっとあれが終わってからだな。やめて。え、何、何、やめてって。あ、じゃあナイスそれ。え、何ナイスそれって。オッケー、オッケー、オッケー、言い方やめろお前。さあ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 、なんだ来い。いやー、ギノさんかー、峠危ねー。さあ、ラストアイテムは悪くない。ちょっとできるだけ。いやー、それはきつい。まあ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 、ちょっとひどいが、まあまあまあ、1レース目いいでしょこんなもんで。オッケー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 、久しぶりだしね。さあ、2レース目エレクトロドリームやっていきましょう。スタート。ジャンピングアクション。危ね、よくアイテム取れた、ナイス。さあ、しっかりし、まあ、とりあえずこうリカバリー入れて、ちょっと今の被弾は痛いが、ちょっと致し方なし。さあ、どっち行くか。こっちでいいか。こっち行って、まあ、シングルしかない、しょうがない、これは。まあ、これちょっと外回で保持したいな、できれば。あ、でも10位か、入れ替えるか、さすがに。で、しっかり斜めグライダー入れさせていただいて、オッケー、いい感じで上がっていく。
ここを入れ替えるか、うん、入れ替えさせていただいて、ちょっとコインが少ないな。俺か俺か、使っちゃうか。オッケーオッケーオッケー、ちょっとこれ携えたまま行きたいよ。いやー、テルサでパクられた。入れ替えるか、いやいや、ここ1個は取っといて。なるほど。さあこれこのまま生かしていただいて、いいね。朝霞しばかれている。いや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 、上がってきたよ。この後だよ、ポイントは。やめて、トゲ棒でも1個飛んでる。うわ、最悪テレサ、それそのテレサはだるいし。いや、なんとかバナナよけてダブル取ったけど、ちょっと頑張った。いや、ギリギリ。いやいや、でももうそのラインがずれた。許せ。え、よしよしよし、いけよ、と早く、トゲ早く、トゲ早く。え、ダメ、テレサで奪われた。え、どうなった、どうなった、お前ゴールしたか。惜しいな。我赤さんぞ、奪うなよテレサで。え、お前な、回避、いや、普通に食らったよ。食らったが間に合ったってことか。惜しかった。いや、内容悪くないよ今の。オッケー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 、前しばけ、前しばけ、前しばけ。いやー、しばけねえかそれ。7位、ちょっとひどいなこのレースは。ちょっとこれた、いやー、なんか俺、いやー、最悪、そのテレサはさすがにちょっとひどすぎ。4レース目は、うん、例のあるんじゃない、そろそろ。え、何どうやってんの、これは終わった。ひどい。あー、ミスった。ショートカットも無理しなきゃよかった今のは。これはひどい。いやー、あのショートカットのミスは効いたな。さあ、第7レースはもう一度ヨッシーバレー来ました。一発でも一回取る、終わりなんだからね。もう一回気持ち切り替えていこうぜ。しゃあ、行こう。集中。結構これ3台いつ打ってもおかしくねえぞ。あぶれ。マジか、そこ食らうか。いい感じやな。前のアイテムがちょっといかついな。絶対これバックスナック来る。うわ、まあ来るよね。いや、それ取れてねえんだ。そのバックスナはエグかった。ちょっと赤前投げしてよそれ。いや、もう最悪、終わった。そこでダブル取れねえな、完全に積みました。いや、もうその前でも決まっちゃってんの、アイテム取れてねえから。いやーそこアイテム取れねえの、いてー、その前ダブル取れねえと。さあ、8レース目 DK ジャグルやっていきましょう。まだ3レースある、まだ3レースある、そう考えようぜ。全然いけるよ。よし、行こう。オッケーオッケーオッケー。いけ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 。それねえか、相手またか。えぐ。それはもう外回りで行くしかないよ。さすがね。ごい。ママ。さあさあ、9レース目のワリオ鉱山です。今回ミラーではございません。絶対ダブル取って、さあ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 、踊り出ていくぞ私、俺のスターから。さあ1位どうなる、トゲいってるよ。
さあ朝活なんてやめた方が早いっすよ。お前やってたな。じゃあ朝はゆっくりした方が早いっすよ。意味がわかんない。やべ、幸いになっちゃった。ちょっとこれ次のアイテム次第だな。ちょっと1位抜けてんな。いや、さあ最終レースビッグベルやっていきましょう。試合行くぞ。集中。このレースは全然いや助かったその赤すね。あーだいぶずる。いやもうやっぱやってんのマジで。ちょっと集中。やばいよ。邪魔だよそれ。ちょっとひどいね。次のバグボックスにかけよう。これはそこで何取れるか。早く早く。オッケー、最高のアイテム来た。サンダー来るか、どこで来るか。ここで行こう。さあ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 、サンダー来い、サンダー来い、マジでサンダー来いよ。頼むから。いや最後の流れ来たぞ。お前ら見とけ俺の物語よ。絶対にこのまま終わらせねえぞ。さあ行くぞ行くぞ。よし、あるじゃん、あるんじゃないの。サルミヤッキはいらない。俺は小原飽きられて地元じゃアッキーを周りで最後に1位を取る男。おい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 、ゴハラシャー。よっしゃ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 、バーグボックスみんな覚えとこうな。どう見た。オッケー、じゃあみんなまたね。高評価よろしく。この動画いいと思ったら高評価お願いします。Ha ha ha.